外交安全保障に関する諸課題につき、戦略的観点から日常的、機動的に議論する場を創設し、政治の強力なリーダーシップにより迅速に対応できる環境を整えたいと。日本版 NSC はアメリカの国家安全保障会議をモデルに、外交安保に関する情報収集や分析を一元化し、総理大臣に助言する機関で、第一次安倍内閣の時代から検討されてきました。先月アルジェリアで起きた人質事件など、これまでも情報の収集分析力不足や外務省や防衛省による縦割りの弊害が指摘されてきたこともあり、政府は今の国会にも NSC 創設のための法案を提出する方針です。